地下ってこんな感じなのか。オイラが想像してたのとだいぶ違うな。遥か昔、ナタは竜に支配され高度な文明を生み出していたからだろう。人間が自分たちの秩序を築き上げたのは竜族が滅亡した後になる。つまりここは竜の遺跡ってことか。それってつまり元祖の竜王みたいな存在ってことだよな。そいつらが高度な文明を持ってたのか。うん、でもあまりに昔のことだから参考になる記録が少ないんだ。ここの装置の使い方も知ってる人はほとんどいない。元は誰も足を踏み入れない遺跡だったけど、最近はアビスの騒動の影響か中の施設で不穏な動きも見られる。ということは歩きにくい道ってことだね。歩きにくいどころか、これから遭遇する無数の困難の始まりだろう。なんでみんなして急に笑ってんだよ。不気味だな。ここにいる奴らは全員冒険の幕開けに興奮するタイプだからな。その通りだ。ずっとうずうずしていた。じゃあ行こっか。この先に何が待ち受けていようとも突き進むのみだよ。道が途切れてるぞ。どうすればいいの？プロのトレーナーとしてアドバイスしてやるぞ、パイモン。ズバリトレーニング不足だ。トレーナー？お前って北条の国の戦士だよな。それも間違いじゃないが、本業はスポーツトレーナーなんだ。私はナタで流行ってる大抵のスポーツの指導ができる。それもかなり専門的にな。トレーニング項目のアドバイスだけじゃなく、体作りの食事管理もバッチシだぞ。ああ、糖分を取っちゃいけん。あれ？あいつらどっかで見たことあるような。これまで何度も戦ってきた相手だ。手加減はしなくていい。それ天道万象。痛がっちゃいないよ。しっ、ここより弱滅の時。スラムコーン。場所ってかなり高いな。天道、ここにあり。岩山八九。かかれ。どの目が出るかしら。難攻不落。Thank you.
権利チョーク、剣女盤石、捕まえた。稲光、すなわち永遠なり。難攻不落。キャッツ。天道板昇、剣女盤石、無我の境地。権限よ。これがエンジン様の言ってたアビスが侵入した時に残した入り口かな。ああそうだろう。知らないのにどこか馴染みのある気配を感じる。この奥からな。まさかこの中に入らないといけないのか。いいか、絶対押すなよ。おいら自分のタイミングで行くからな。みんなしてオイラにしがみついて。重かったぞ。どうやら無事に着いたみたいだね。ここが八神の国。こんな景色が広がってるなんて、物語で名前を聞いた時には想像もしてなかったぞ。うん、アビスの力があまりに濃いせいでカチーナちゃんは閉じ込められちゃったんだろうね。ここでは現実世界の常識など通用しない。どんなことでも起こりうる。それより一番心配なのは戻る方法だぞ。さっきの入り口ってどう見ても行ったり来たりできるようなものじゃなかったよな。空にある裂け目と地面に降り注ぐ光が見えるか。地面の光と空の裂け目。うわっと、おいらたちあんな高いところから落ちてきたのか。常識が通用しないとはこういうことだ。あれだけ高いところから落ちても衝撃は全くなかっただろ。元の世界に戻りたい場合、再びあの入り口まで行く必要はない。この光の下に立ち、心の中で念じれば大丈夫だ。それだけでいいのか。そんなつもりないぞ。オイラのこと全く信用してないみたいだな。じゃあカチーナちゃんを見つけたらここに連れてくればいいってことだね。ああ、この光は現実世界から差し込んできてる。いわば現実世界とこの世界をつなぐロープだ。この場所見たところ地形が複雑だし視界も悪そうだぞ。どうやってカチーナを探せばいいんだ。しかもあちこちに浮かんでるあの黒いやつ、どう見ても有効的じゃないぞ。あれはアビスの力だ。気をつけた方がいい。しかも喋ったぞ。落ち着け、
俺は君たちを助けに来たんだ。ビチャマを助けてくれたのは君たちだろ。ああ、ビチャマの友人のマルコだ。完全にこの国に溶けたと思ってたが、急に不思議な力を感じてな。あの力は俺を探し、俺という概念を集めようとしてくれた。もちろん、それは非常に難しいことだ。このように中途半端な姿で君たちの前に現れることになって申し訳ない。いや、謝るべきはこちらだ。あの時スピリットストーンはアビスの力の影響を受けていた。だから無理にでも止める必要があったんだ。ビチャマや近くのカガリギのために危害が及ばないようにするためにも。ああ、分かってる。あいつを守ってくれてありがとう。もう何年も経つっていうのに、俺のためにあそこまでしてくれるとはな。あの不思議な石の力で俺の魂はあいつと繋がれた気がした。まったく、未練までそっくりだなんて。勝って凱旋するにせよ、負けて犠牲になるにせよ、親友とずっと一緒にいたかった。そうだよね。ああ、もう叶わぬ望みだがな。でも君らにはまだチャンスが残されてる。小玉の子の娘を探してるんだろう。あの子は今アビスの力の化身に追われてる。この姿を保てるうちにあの子を助けてやりたい。さあこっちだ。気をつけてくれ。ここはアビスの侵食をひどく受けてる。おお、でもまさか嫌神の国がこんな風になってるなんてな。まるで今にも噴火しそうな黒い火山だな。いつ私たちのせ俺の力があれば一時的にここの攻撃から君たちを守れる。離れないようにしてくれ。長くは持たなそうだ。道を変えよう。こっちだ。権限大丈夫。俺の後ろをしっかりついてくればいい。私の聞き間違いだったのかな。そういうのやめろって。ベコにするだろ。いや、私にも聞こえた。アビスの声だな。なんて言ってたんだ。それを知る必要はないだろう。良くないことに決まってるからな。嘘。ああ、
これだぞ。早く行こうぜ。こんなところに長居したくないぞ。魔物たちを片付けちゃおう。うん、私も戦う。逃げ道はありません。糸よ、交錯せよ。スラムコール。やっと。してないみたいだし、本当に良かった。これからどうする？今すぐ帰るか？そのお願いがあるの。一緒に大礼の様子を見に行ってもらえないかな。反魂の歌に起きてる問題はどう言ったらいいかわかんないけど、きっとアビスの汚染が関係してると思うんだ。今の状況を見るに、エンジン様の推測は裏付けられたと考えて良さそうだな。八神の国には各部族の大礼を象徴する6つの主要なトーテムポールがある。そのトーテムポールが大礼の本体だとすれば、ここのトーテムポールは大礼の意識を共有する分身と言っていいだろう。分身が数多く存在するからこそ、大礼の意識は八神の国全体を覆うことができる。それによって魂がどこにいようとも見つけられるんだ。だが分身が広く汚染されれば、魂は八神の国をさまようことになる。けど汚染された分身は一つだけじゃないだろう。ここでアビスの力を浄化したところで、全体的に見たら大して意味がないんじゃないか。じゃあ大礼を見捨てるの？ずっと私を守ってくれたのに。賛成だ。それにこの木をうまく利用すれば、カチーナを追っていたアビスの魔物を釣れるかもしれない。そいつを一掃することで八神の国の悪化も少しは緩和できるはずだ。どうしたのカチーナちゃん。大丈夫。ちょっと頭が痛くなっただけ。また声が聞こえたんだ。頭の中で、大礼のことは放っておいてさっさと帰れって。やっぱり帰るか。カチーナはここにだいぶ長くいるわけだし。大丈夫。こんなデタラメ無視するから耐えてみせるよ。もう少し行ったところにあるんだ。案内するね。それに私も戦うよ。だからお願い、大霊を助けてあげて。聞いてカチーナちゃん、もちろん私たちは一緒に行くけど、それはあくまで大霊を救うのが目的。カチーナちゃんに何かを証明させるためじゃない。自分のために何かを証明する必要なんてないの。もし耐えられなくなったら、ちゃんと私たちを頼ってよ。さーて、
サクッと終わらせるぞ。ああ、せっかく来たんだ。問題を片付けていこう。うん、こっちだよ。俺はここに残ってアビスの魔物を足止めしよう。え、そんなことしたら君が危ないよ。大丈夫さ、アビスの魔物に力は及ばないが、この場所には詳しい。それに俺にはもうあまり時間が残されてない。俺の友人と同じで君たちも別れってやつが苦手だろ。さあ行け。目的を果たしてここを離れるんだ。帰るべき場所に帰れ。本当にありがとな、ここまで手を貸してくれて。君は立派な英雄だね。ありがとう。我々は一人で戦ったりしない。